時は大航海時代、海賊に憧れる若者たちが多く生まれた時代。この私ドロシー・アンと幼なじみのメアリー・バウもまた大海原への夢を抱いていた。あの日朽ち果てた船の中で見つけた宝の地図、あの日から私たちの冒険は始まったのだ。父が残した指輪を胸に掲げ、大航海の中で出会った仲間たちと共に、いざ大海原へ。七つの海を最初に制覇し、偉大なる財宝を手に入れるのはこの私たち。何人たりとも海賊船フロンティアゴールド号の前は進ませない。行くよみんな、キャプテンツインズのお出ましだ。行くよ。敵船団沈没、これで私たちの勝利だよ。これに懲りたら二度と私たちの船の前は走らないことだね。え、私たちが何者かって私たちは二人の船長をいただく海賊団、人呼んでキャプテンツインズ。で、台本ではそのはずなんだけど、どうして舞台の上に私一人だけなの？ミソラ、ナラピン、司ちゃん、しずはちゃん、みんなどこ行っちゃったの？素晴らしい舞台でした、大月アルルさん。え？は？あなたって、そう、エルちゃんだ。お久しぶりです。うん、お久しぶり。で、何？隣のそのでっかい着ぐるみ？着ぐるみじゃないドリュー。かわいいかわいい、アンドリュードリュー。うわ、喋った。サイズ感に比べて意外に可愛い声をしている。そのギャップに驚いているドリューね。うんうん、あ、そっか、清少のカオルコちゃんが言ってたキモグラってあなたね。うん、カビが生えた潰れた大福みたいな気持ち悪い顔した、すんずばりの死んだ目をした、口の悪い可愛さのかけらもないキモグラ。どんなのかなって思ってたけど、おおじゃないドリュー。アンドリューはカビも生えてないし、気持ち悪い顔もしてないし、すんづまりでもないドリュー。ああ、私がそう言ったんじゃないって。ありとあらゆる学校にアンドリューのことを言いふらしてるドリューね、あの性悪狂女は。清少音楽学園の皆さんに作劇のことを他の学校にも伝えてもらったからでしょ、アンドリュー。だからって、だからって。今は大事な話が先でしょ、アンドリュー。ぐぬぬ、よくないけど、もういいドリュー。改めまして、大月アレルさん、コロスを作劇してくれたこと感謝します。これで
キャプテンツインズはリライブされ、戯曲は守られました。アレルさん、あなたにはこれから戯曲を消失から守るために、戯曲を消失から守るために衣装をまとって舞台に上がり、コロスを殺撃してほしい。消えゆく舞台を演じてリライブして救ってほしい、だっけ。そうです。驚いたドリュー、一言一句その通りドリュー。聖書のカレンちゃんやカオルコちゃんに教えてもらったことを丸暗記しただけだよ。お芝居のセリフみたいに。だから意味とか全然わかってないんだけど、一番わかんないのはどうしてみんながいないの？この舞台にコロスを殺撃して消えゆく戯曲をリライブできるのは舞台少女だけ。カオルコちゃんからそう聞いたよ。だったらどうしてキャプテンツインズの舞台に私一人しか立ってないの？それはフロンティア芸術学校で舞台少女と呼べる存在が。お前一人だったからドリュー。大月アルル。私一人？どういうこと？